サウナの後にラーメン屋さんに来まして、すごく味のあるラーメン屋さんです。そしてスーパードライを頼みました。噛んできました。いいかな。いただきます。皆さんこんにちは、ひなまいです。今日はサウナの後にお腹すいたなーって思って歩いていたら、ちょうどラーメン屋さんがあったので、そこに入って動画を回してみました。初めてね、食事をしながら動画を回すということで、ちょっとひよっているので、今日は、ナレーションでお送りしたいと思います。はい、そして早速ビールを飲んでいますね。このサウナの後の一杯がね、本当に最高なんですよ。これをね、始めてしまってビールにハマったと言っても過言ではないですね。はい、そしてラーメンが出てきました。美味しそう。このラーメンはね、海のそばのラーメン屋さんっていうこともあって、魚介をふんだんに使った魚介豚骨スープのラーメン屋さんでした。めっちゃ美味しかったの。これスープね、ずーっとね飲んじゃう。でそこに張り紙がしてあって、でうちのラーメンは化学調味料を一切使用しておりませんって書いてあったの。だからね、このスープは私がいくら飲んでも太らないんでしょうか。太らないと信じて飲んでおります。ラーメンのスープってほんと反則じゃない？麺もさ、美味しいんだけどさ、やっぱさ、麺を食べ終わった後のさ、ラーメンのスープってさ、もうほんと幸せ感じちゃうよね。ほら、美味しいって言ってますね。私最近、ラーメン、昔からよくラーメンを食べてたんだけど、最近、二郎系ラーメンにハマっちゃったの。で、二郎も行ったことあるんだけど、インスパイア系によくね行くんですよ。もうあのスープ飲んじゃダメだって思っても飲んじゃうんですよ。もうあれはね、何かね中毒になるね粉が入ってますね。みんなはさ、二郎系ラーメンとか行ったりする？私は、まだ二郎に関しては、初心者さん初心者なもんで、みんなに、二郎、ここが美味しいよ、二郎インスパイア系、ここが美味しいよっていうのをね、教えてほしいんですよ。いっぱいね、私も行きたいところがあるんですけど、YouTuber さんとかでね、ラーメンをね、食べに行く YouTube を上げてる方とかいらっしゃるじゃないですか。そういうね、YouTube を見て、うわ、ここ行ってみたいっていうところをね、いっぱいメモしてるんですよ。なので、皆さんから、ここ美味しいよっていうところがあれば、それも、私の行きたいラーメン屋さんリストに入れますので、よかったら皆さん、教えてください。やっぱりラーメンに関しては男の人に聞くのが一番いいかなって思ってて、私の食の好みって結構男の人っぽいのかな。味の濃いラーメンとか激辛とか、あとは白いご飯とか、そういうものが大好きで、なんかサラダ屋さんに行くとか、体にいい食べ物のお店に行くっていうのは、ちょっと自分の中ではテンションが上がらないことになってしまうので、やっぱりね、体のことを考えて体にいいものを食べた方がいいんですけど、好きなものはね、やっぱりそういうちょっとパンチの効いたご飯なんですよね。そうだから、実家に帰った時はお母さんが心配してね、体にいい野菜の
和食とかをねたくさん食べさせてくれるので本当に感謝してますね。もう実家に帰らなければ私の体はどんどん蝕まれていってしまうんじゃないかと心配になっていますだからね最近ねやっと重い腰を上げてジムに行くこともねしてるんですよね。だから好きなものを食べるためにジムに行って筋トレをして体を作っていくということをしています。でも運動することは全然苦じゃないので好きなことなのですごい楽しいです。しかも私運動神経いいんですよ、こう見えてこう見えてって皆さんにどう見えてるかわからないんですけど、私結構昔からね運動ができちゃうタイプの人間で、運動することは本当に大好きなんですよね。動画の内容を無視してずっと喋りたいことを喋り続けてたんですけど、もうビールが飲み終わったのかな、今ので最後、あ、飲み終わりましたね。ビールも飲み終わりまして、ラーメンももうすぐ食べ終わるのかな。ほらスープ飲んじゃうでしょう。でも化学調味料入ってないから大丈夫大丈夫、飲んでいいよ、美味しいよねスープは。はい、ごちそうさまでした。ちょっと上に置いて、そう、そしたらお店の人に喋りかけていただいたんですよ。私がずっと美味しい美味しいって食べてたら、お姉さんセンスあるねって言って喋りかけてきてくれて、そしてほらなんか僕はこんなに元気だみたいなね、ラーメン屋さんの店主さんがねこう空手みたいのをやりだして、私もちょっと困りつつ話を聞いていますねそしたらこのラーメンのね化学調味料を使ってないから、このラーメンを毎日食べて僕は朝が元気だみたいなことをね言い出したんですよ。何のことかなって思ったら、どうやら下ネタだったようですね。笑っておりますはい、そしてお帰りですね。荷物を持って、この日は雨が降ってたので、さっき使ったサウナハットをかぶって傘を持ってきてなかったので帰ります。はい、ありがとうございました。店主さんも愉快な方で、とっても楽しい時間を過ごせました。いいお店でした。また来ます。ありがとうございました。バイバーイ。